参議院議員、島根県浜田市生まれ、戦後揃って、政経財界で活躍した、長野六兄弟の長兄、長野小左衛門。北条広し願い寺十一代。森重男、年をほどうてるおしず志さ治。現武志県政。一郎浩二明賢治今村正樹康之博士。瀬戸内海、広島県下鎌狩島。 三の瀬、浄土新州本願寺派の広し願い寺が本家にあたる。父、北条は寺を継ぐことを嫌い、裁判官となって中国地方の裁判所を転々とするが、最初の不認地、浜田で生まれたのが森である。その後島根県松江市で生まれたのが長野茂雄、山口県岩国市で生まれたのが長野俊雄、を、山口市で生まれたのが古道寺を。父、 北条が判事を辞め、広島市で弁護士事務所を開業した時生まれたのが、長野静夫と、末弟長野治である。父の転勤に伴い転校を繰り返し、中学卒業後上京、第一高等学校では、柔道部首相を務めた。その後長野家が一家で、広島に帰った時には、森は、東京帝国大学法科大学在学中だった。まもなく、父親が病没。 森の東大の親友が渋沢栄一の子息だったため、渋沢は森の苦境を知り、息子の勉強相手という名目で月額50円の謝礼を出した。森はそれを郷里に仕送りし、定枚の養育費に充てた。弟5人は全員大学に進学している。東大法学部を後に最高裁判所長官を務める田中幸太郎に、すぐ2番で卒業。 就職先にはこと書か,かない立場であったが、渋沢の秘書、顧問弁護士となり、ご半生を渋沢の番頭閣として尽くした。東洋声優取締役、山加納証券専務、丸広司証券会長、東京米国取引所常務無理事、定人など44の役員を務め、やがて、政唱的な存在となっていった。1923年、勝力松太郎、 中島熊吉、河井義成、後藤国彦、伊藤中兵衛、小林中良と番長会を結成し、中心メンバーとして正界の橋渡し役として活躍。番長会は当時巨大な力を持っていた。1927年、巨構の事件と言われた、低人事件で逮捕されるも無罪。この一件で台湾銀行から、 定人の株式を引き出すというアイデアを考えたのは、長野と言われている。1942年から、戦中、戦後と衆議院議員を2期務めた。戦後、公職追放となり、出所後の岸信介を、会長、社長を、足立忠、取締役に、長野、藤山愛一郎、津島敏一、三好秀幸、監査役、瀬越検索とする、東洋パルプを設立。 広島銀行をバックに、広島県呉市に工場を建設するが、うまくいかず、王子製紙に売却した。1956年、広島県選挙区から参議院議員に当選。同年、ホセラウレルの推薦を受け、対フィリピン賠償交渉の全県委員を務めた。政治家としては戦前は、翼3政治会、大日本政治会に、戦後は自由党、自由民主党に所属した。 岸信介スケの指南役とも言われ1958年、第二次元内閣の運輸大臣に就任した。大臣就任早々、日本社会党から不信任案を突きつけられたという逸話も残る。小沢一郎の名優だった佐藤森吉は長野の秘書を長く務めた。1970年1月3日死去、去年79、亡くなる3日前に、ナムアミダブツ、 恩もせで散る、柿紅葉という一句を残した。森の子、長野伊豆尾は後、広島県知事、長野県は後、三菱マテリアル会長及び日経連会長になった。太平洋戦争敗戦直後の1945年9月原子爆弾により、焦土と化した広島市で行われた講演録をもとに敗戦新早期予告されていた。 平成日本の没落と題して2002年に出版し、2012年8月には重版された。ありがとうございます。